朝だけじゃないの、化粧のりって。午後の毛穴とか小じわとか、もう直すの無理かもっていう時もちゃんとのる。重ねた感もない。夕方の小じわにも化粧のり実感、マイナス5歳肌プリマビスタ。滑りが違う、このパウダー好き。今日はダメかもって朝もちゃんとのる。寝不足で化粧のりが悪そうな朝でも化粧のり実感パウダープリマビスタ。